なちゃんと楽しんでくれたみたいでよかったです。先輩のアドバイスのおかげもあるので、二人の力を合わせた結果ですね。そうだ、先輩、カスミン気づいたんです。カスミンファンクラブの致命的な欠点に。そういうことじゃないんです。聞いてください、実はファンクラブの名前がダサいんです。カスミンファンクラブってダサくないですか？あゆむ先輩は上原あゆむファンクラブだし、愛先輩は愛とも、なんかかっこいい。カスミンファンクラブなんてありきたりの名前がこの集まりの魅力を伝えきれないんだと思うんです。カスミンの魅力を完璧に伝えられるファンクラブ名を作らなくてはいけません。手伝ってくれますよね、先輩？ありがとうございます。カスミン的にはもう軽くイメージはあるんですよね。ですね、カスミンのファンクラブはカスミンとファンのみんなが一緒に作り上げる場所っていうか、国みたいなものにしたいんです。カスミンはお姫様ですよ。ファンのみんなが王様で、カスミンとの幸せな国を作るんです。それも考えたんですけど、いまいちしっくりこなくって、カスミン的可愛さが足りないっていうか。あ、それいいですね。カスミンとみんなの幸せのお城。先輩のアイデアにカスミンのアイデアをプラスして、マジカルカスミンキャッスルっていうのはどうでしょう。表記はどうしようかな。ひらがなだとダサいから英字ですね。マジカルカスミンキャッスル、マジカスカス、マジカスカス？